まあ、ちょうど今その話というか、そういう人が目の前にいるんで言いますけど、あの、はい、今日ねこれいつもやってくれてるスタッフさんが、あの首を寝違えてるんですよ。寝違えてても可動域がないというか、その右が弱いんですよ。右に向けなくなってるんですけど、はい、もう確かに気持ちすげえ分かるというか、皆さんもそうでしょうけど、寝違えほど嫌なもんないでしょ。ないね。回復するために寝てんのに関係ないね。いやもういいよせめて終わってからしてるよもうちょっと待ってくれよいや回復するために寝て起きたら傷ついてんだよ。だって、うん、こんなことないでしょ、うん、もうしかもめっちゃ痛いし、痛い、どうしようもないし、まあ、首でしょ、大体首寝違えて、あのもう最近僕もないから、あれなんでなるのかも分かんないですけどね、寝る体勢が悪いのか何なのか、もう起きたら痛く、もう歯磨きから痛いでしょ、あんなの。痛い痛い痛い。だって本当に生活に支障出ますからね。出るよ。なんか野球選手一回寝違えで休むみたいなの見たことあるし、うん、いや寝違えで休むってって思ったけど、確かに休むよ、とてもじゃないけど投球できるような痛みじゃないですからね、うん、本当にそのスポーツ選手どうしようんだろうな。いやだから休む、まあなんかわかんない、なるべくあるんかな、なんかもうほんま急場しのぎの注射みたいな。いやでも限界はあるんじゃない。あるよな、うん、多分その野球とかだってピッチャーとかだったら無理でしょう、うん、だからそう思うとケアしてケアして、うん、体鍛えて、うん、怪我とかしないようになんやかんやって、よし明日試合で寝て起きて寝違えて地獄だよな。いや試合出れないみたいなったら最悪で、それこそね、なんかわかんないです、ワールドカップとか大事な日の決勝の前とか寝違えたら神様いないでしょ、もうそんなの。オリンピックとかオリンピックとかのその日にもうやるしかないっていうスポーツなんてそうでしょ、一回限りですから。僕らがそりゃそうですよ、 M1 の大事な日に寝違えてたりしたらもうたまったもんじゃないでしょ。いやもうこんなのありますもんね。いやそう、違和感できないですから、あんなね鬱陶しいもんないし、そのなんか治す方法、すぐ治る特効薬的なものを作ってもらわないと、うん、寝て起きたら痛い、しかも激痛ですからね、うん、全然うりゃってやるかな。どういうことですか。あの寝違えてな、もう腹立ってくるか、はい、だんだん。いや腹立ってきますよそれは、い、もうガッていく時。いやでもいや無理でしょう。俺やるで。いや、いやよくないよ絶対。その直後はマジでできんけど、はい、だんだん夕方とかになってきて、だんだんちょっと、まあそろそろもう確かにね、うん、多分ガッてこうやる。いや確かに、でもそれがまたよくないんでしょうね。要ない。だって炎症を起こしてるわけでしょ要はね。ただ気持ちわかります、もうイライラすんで。イライラしてる、ほんまに。寝違えだけはね、うん、これはだからね、今日はもうスタッフさんも笑わせないでくれっていう、そのわけわかんないこのね、ぐちらじぐちらじ取ってるとこで痛いから笑わせないでくれっていうでもその割には自分から仕掛けてきて何発かあったから。いやそうですよ、だからなんか意地悪しようとして、やっぱ寝違えて痛くてできなかったらしいですからね走って意地悪しよう、脅かそうとしたら、うん、その走りで余計痛くなったらしいですからねまあそれはもうリアルに罰が当たってるだけですからでもこれは本当にね、でも笑わせないでくれっていう気持ちも分かるじゃないですか。分かる分かる。もう機嫌も悪くなりますしね、うん、寝違えると。ほんまそう。これはね、こんな矛盾というか、いや寝て起きて痛いってもう最悪ですから、ね、うん、でこれは確かに運ですしね、もう、うん、寝違えるかどうかなんて、おそらく、うん、別に昨日と違う体勢で寝たわけでもないでしょどうせ、うん、だからなんか大事な時の日に寝違えない、こんなこと言ったら怖くなってきたよ、なんかありそうでしょ、うん、大事な日に寝違えるみたいなの。もうどうする、 R1 決勝もし行けたとしてもこんなんで出てきて、いやそうそう、あそういうネタなのかなみたいな、あいつその内容云々より首全然曲がってないみたいなことになっちゃいますからまあアスリートは寝違えんか、そんなにちゃんとしとるし、多分寝具とかも A の使うんだよ。いやいやでも見ましたよ、一流選手が寝違えで東京、それは多分ホテルとか泊まっとったの。まあまあいろいろ状況でも恥ずかしいな、それもね、なんかあって、ね、まあね、寝違いで休みますっていうのも恥ずかしいですし、まあ誰しも経験あるでしょうけど、なんかこうすると寝違いづらいよっていうのあったらちょっと本当に教えてほしいです ね, ですね。大事な時の前は絶対それをやる、うん、まあ多少ね首をこうやるのか枕が合ってないとかあんのか知んないですけど、こんなことはないですからね。今日はちょっとその寝違いた人が目の前にいるんでねあの僕も最近ないんで、久しぶりにはそういうのあるなと思いまして、あこうないことを祈りますよ、もうね、うん、なんか対策があったら教えてください。ぜひ。平日毎日愚痴を更新しています、ぜひチャンネル登録してみてください。ウエストランドの愚痴ラジー。